M47 パットンはアメリカ合衆国によって開発された第二次世界大戦後第一世代型主力戦車である M4 シャーマン及び M46 の後継車両として設計されたパットンシリーズの第二弾である T42 アメリカ陸軍は1948年8月より新型の抽選車として T42 の開発に着手するとともに 暫定的な改良型として、1949年には M26 パーシングのエンジンとトランスミッションを乾燥して M46 を完成させた。T42 の装備する新型砲塔の最大の変更点は、新しい50口径 90mm 戦車砲である T119 戦車砲の搭載である。これは M46 以前で使用されていた m 3 9 0ト、mm、ル戦車砲を 元に、より高所速の弾薬に対応するなどの改良を加えたものであった。また、T42 砲塔では、遠距離でも高い命中精度を確保するため、砲塔左右の半球形張り出しに、ステレオ式測距儀を装備した。しかし、その配置が手法に近すぎた結果、実写試験において、砲撃時の衝撃で、車線軸が狂ってしまうという欠陥が露見し、 開発計画の見直しが必要となったが、1950年6月の朝鮮戦争勃発によって、新型戦車に対する切実な必要性が生じたことから計画は前倒しされ、既存の M46 の車体に T42 の砲塔を搭載する新古車とでも有車両が、デトロイト造兵省で設計されることとなった。これは当初は M46E1、M 改めて1951年4月 M47 中戦車の正式番号を与えられて採用された。同年11月にはエンジンとトランスミッションをマイナーチェンジした改良型に変更した本格量産型がアメリカ軍の戦車分類が見直されたために 90mm 砲戦車 M47 と解消されて直ちに生産が開始されたが 部隊配備が開始されたのは1952年に入ってからであり、結局、朝鮮戦争での実戦参加には間に合っていない。同年には、後継の T48 戦車の開発が完了し、翌年1953年には T48 は M48 として量産発注がなされたため、M47 は、アメリカでは速やかに M48 に更新されることになった。 M47 は M46 からの改造分も含めて、総計8600両余りが生産されたが、前日のように、アメリカ軍での運用期間はわずかで、実態としては、北、大西洋条約機構及び、東南アジア条約機構の加盟国や、その他のアメリカ同盟国に供与品として提供されている。アメリカ本国で予備装備として保管されていた M47 は、 後継の M48、60、60A1、AH、が供与品として提供されるようになると順次処分され、1970年代には、スクラップもしくは博物館の展示品として払い下げられるか、軍の演習地で実弾射撃の標的として用いられた。なお、実射標的とされた M47 は1970年代以降に、開発された各種対戦車兵器の試験や、 軍の演習を記録した映像、写真に頻繁に登場している。これらの用途に供された結果、M47 の装甲は最も分厚い正面でも M60A1 の105マヒート弾が直撃すれば、簡単に貫通されてしまうことが判明した。この事実は、従来の金質圧縁装甲に対する、現代対戦車兵器の威力をこの上ない形で実証するものとなった。 M46E1M46、e、戦車の車体に T42 砲塔を搭載し、M3690mm 砲とより高性能な無線機、ステレオ式速距離、ベンチレーターを装備した車両を、正式化され M47 となる、M47 量産型、M47M1960 年代に始められた改良計画で、 射撃統制装置とエンジンを M60A1 のものに換装し、補助操縦士のためのスペースを手砲弾の弾薬庫に変更している。手砲は L705mm 戦車砲に換装せず、オリジナルと同じ M3690mm 砲のままである。アメリカではこの回収計画は実行されなかったが、イランとパキスタンで合計800両以上が、 この計画に基づいて回収された M47E スペインでの独自回収型。回収内容は M47M とほぼ変わらないが FCS は乾燥されていない M47E1、M47E、e、の回収型。エンジンをディーゼルエンジンに乾燥したもの M47E2、M47E1、e、の手法を M48A5 や m 6 0軽戦車と同じ L705mm 戦車砲に換装したもの M47ER3 スペイン製の装甲回収車使用アメリカ軍が M48 を正式採用すると更新されて余剰となった多数の M47 が世界中に売却供与された結果 M47 は M48、M60 と並んで 西側標準戦車としての地位を築いており、長らく使われた。スペイン軍の M47 は、ハリウッド映画、バルジ大作戦で、ティーガー通訳を演じている。オーストリア軍の M47 は大役後、国境警備用の統治家として、再利用された。このうちの一両は、アーノルド・シュワルツェネッガーが、オーストリア陸軍戦車兵時代に登場していたもので、後にシュワルツェネッガーは、 スクラップの扱いで購入し、走行可能な状態にレストアし使有している。陸上自衛隊は、それまでも M4 シャーマンや M24 チャーフィー、M41 ウォーカーブルドッグを運用し、アメリカ製戦車に高い評価を与えていたことから、本社についても採用を検討し、アメリカ側も供与計画を立案したが、西ドイツへの1500両に上る大量供与と時期が重なったことから、 アメリカに供給余力が全くなくなった。そこで M47 の供与を受ける代わりに在日米軍の削減によって宇宙流軍経費の転用などをもって国産の新型戦車が開発、生産されることとなった。結果、M47 は一両のみが STA 開発の参考として供与され、技術解析や STA の試作車両との比較に用いられた後に用途廃止となり、 スクラップとして払い下げられたが、そのスクラップ扱いのものを再生した車両が2014年現在も民間企業によって保管されている。第二次インパ戦争、アサルーッターの戦いで、パキスタン陸軍第一機構士団が M48 や M24 軽戦車と合わせ220両以上を投入。しかし、雨季のため湿地となった砂糖キビ畑のキルゾーンに引き込まれて、機動力を失い、 インド陸軍のセンチュリオン戦車による待ち伏せ攻撃を受け、72両の M47、48を含む97両を失った。以後、現地がパットンナガーと呼ばれるようになるほどの大敗北であった。第3次中東戦争サマリア地区の戦闘で、ヨルダン軍第40機構士団の30両が参加。イスラエル軍、ベレド準勝機下の M51 スーパーシャーマンと、 距離1200メートル以上で撃ち合ったが、上員の連度の差で一方的に被弾し、8両を失って撤退した。その後、ザバビダ全面でよく遠平された M47 が防衛戦闘に活躍したが、最終的に破れ交代している。トルコのキプロス侵攻トルコ軍が使用するが、1両がキプロスに露覚された。ユーゴスラビア内戦クロアチア側が使用するが、その性能は、 セルビア側の T-34 から85や T-55 と比較して大きく劣っていると評価された。バルジ大作戦スペイン陸軍の車両が T ガー2として登場。プロジェクトブルーチ QSOS。国連軍やニューメキシコ収集兵の戦車として登場。ウォーサンダーアメリカ中戦車ツリーにて開発可能。ありがとうございます。